アトラス航空3591便墜落事故は2019年2月23日に発生した航空事故である。マイアミ国際空港発、ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港行きだったアトラス航空3591便がジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港への進入中にトリニティ湾に墜落した。乗員乗客3人全員が死亡した。事故機のボーイング767から375は1992年にカナディアン航空が旅客用として発注し、アイルランドのギネスピートアビエーションにリースし、さらに中国南方航空にリースされていた。その後、GE キャピタルアビエーションサービスに売却され、ラン、チリにリースされ、17年ほど同社で運航された。CIT グループがその後購入し、アトラス航空にリースした。この時にアトラス航空は事故機を貨物機へ改修した。連邦航空局の記録によると、事故機は約23000回の飛行を行っており、総飛行時間は9万時間ほどだった。事故時は製造から27年が経過していた。事故機には3人の乗員が搭乗していた。2月24日にアトラス航空は搭乗していた3人全員の死亡を確認した。搭乗していたのは、機長と副操縦士、ヒューストンの自宅へ帰宅途中だった、メサ航空の機長だった。メサ航空の機長は、翌週からユナイテッド航空へ移動し、訓練を受ける予定になっていた。2月25日、現場から回収された遺体が副操縦士とメサ航空の機長であることが確認された。二人の遺体は監察医務院に送られ解剖される。2月26日にも遺体が回収されたが、身元は明らかにされていない。3591便は、ヒューストンへの着陸進入中の CST12 時36分に、管制官との交信を断ち、突然南へ旋回し急降下した。機体は CST12 時45分にトリニティ湾に墜落した。目撃者は機体が墜落する前に稲妻のような音がしたと証言した。事故機は墜落の直前に大きく高度を失っていた。FAA は3591便がヒューストンの南東 48km 地点で消息を絶った後、警報を発令した。管制官は少なくとも2回更新を試みたが、応答はなかった。その後、付近を飛行する滝に墜落現場を確認できるか、尋ねた。事故機の残骸アメリカ沿岸警備隊は、生存者捜索のためいくつかのヘリと船を派遣した。機体の残骸は、最大でも50フィート未満の大きさのものしか発見されなかった。湾内に散乱した残骸を調査する NTSB、調査官回収されたレコーダー FAA と FBI、NTSB の調査官が現場に派遣され、NTSB 主導の下調査を開始した。テキサス州の公共安全委員会のダイビングチームは、コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーの捜索を行った。発見された2つのレコーダーは分析のため、NTSB の研究室に送られた。事故当時、空港付近に雷雲が発生していたが、珍しいことではなかった。チェンバーズ郡の刑務所に設置されていた監視カメラは、事故機が機首から急降下していく様子を捉えていた。FAA とボーイング、アトラス航空、全米航空管制官連盟、チームスターズ、エアラインパイロット組合、ゼネラルエレクトリックが支援を申し出た。コックピットボイスレコーダーの記録を聞いた NTSB 調査官は航空機の制御の喪失と一致する乗組員の会話は記録が終了するおよそ18秒前に始まったと述べた。2019年12月19日 NTSB は3000ページを超える調査資料を公開した。最終報告書の公表日は未定である。公開された資料には CVR と FDR の記録などが含まれていた。2020年6月11日、NTSB は7月14日の理事会で事故原因を判断すると述べた。理事会は7月14日に予定通り開催され、墜落までの再現アニメーションが公開された。スピードブレーキと復航モードのスイッチの位置関係、副操縦士が左手で、スピードブレーキを操作した際に復航モードのスイッチが誤って押されたと推測された7月14日、NTSB は副操縦士が空間識失調に陥ったことなどが事故原因であると推定した。副操縦士が進入中に誤って着陸復航モードを作動させたため、推力が突然上がり、機体が加速し始めた。副操縦士は推力の増加による加速感を機体が急上昇しているためと誤解した。そのため副操縦士は操縦桿を前方に押し込んだ。また、副操縦士は機体が失速していると思い込み、操縦桿を押し続け、状況を悪化させた。この時、失速警報やスティックシェーカーなどは作動しておらず、機体が失速している兆候などはなかった。管制官との交信中だった機長は、副操縦士が予想外の行動をしていたため、状況の認識や対応が遅れた。2020年8月6日、NTSB は最終報告書を公表した。報告書では、着陸復航モードの誤った作動に対して、副操縦士が不適切な反応をしたことが事故原因であるとされた。また、機長の対応の遅れのほか、航空業界自体の欠陥や連邦航空局がパイロットレコードデータベースを実装していなかったことが事故に寄与したと述べられた。これにより、航空会社などが副操縦士の適正の欠如や不適応なストレス反応などの問題について対処できなかった。ありがとうございます。